切った張ったの戦の時間ってね。まだ俺本当にここにいるんだよな。左近ならば行け。一輪を恐れぬ不定な輩ども、火の力により罰を受けよ。卑弥呼様のお告げ通りここまで来たのに声が聞こえなくなっちゃいました。もしもーし、卑弥呼様、大谷様とも仲良かったり、何気にすげえよ左近さん。全ての事象は我が盤上にある。新たな攻撃、試してみるには良い機会か。神の部屋、この秋は光を集め卑弥呼の再来を招く伝説がある。我も一度尊厳廃止だ。光を集めているところ。え、本当ですか？それなら魔法を超えが聞けますね。モンスター、私もお手伝いします。存外使えるとは。いや、我が毛利平家でした。優秀な俺は突如として反撃の策を思いつかない。この勝負、イカ様はなしだぜ。
跳ねやがった。どうなっても知らねえぞ。構えられよ。いざ我が家臣の仇。竹札の代わりにもらっとくぜ。やめてください。これは卑弥呼様をお招きするための光です。罰が当たりますよ。無敵さ、もうちょいガチで来てくんね。無敵トウ。無敵なのに。焦って突出するな。相手方の思うつぼぞ。愚か、貴様は犬死によ。知らしめ我が毛利の軍団。ははお主ならば我が主の好敵士にもふさわしかろうて。おら見ろ、やっぱり逃げとくんだった。拙者も負けてはおられませぬ。ヒゲなどするな。そなたもまた一番星よ。おいおい、あんたらこれを見てもまだやる気か。吹いてなかったよ。あ、あんた。こんなことなら、俺が身代わりに。それがしに勝るとも劣らぬな。卑弥呼などもとよりこの地にはおらぬわ。卑弥呼様の案ずるな。貴様に代わる駒はいくつでもある。あなたのような人に
お天道様の力は使わせませんよ。引っ越しません。おお、まこと鮮やかな陣取り働き。元成様、雲が日輪を覆い隠してしまいました。これでは大鏡が使えませぬ。小娘の仕業だというのか。我が盤上になき行動は慎め、カンナギ。言っても無駄か。我は日輪の申し子、眩しき光にひれ伏せ。共に戦場へと埋没する駒となろうぞ。油断。いやいや、するわけないっしょ。晴れちゃいました。また悪巧みですね。私負けません。きこめし、えい。小娘、我と張り合うか。照らしたまえ日輪よ。元成様のお力で再び日輪が。もう引っ込ん、小賢しい。俺たちの見る目は曇っちゃいなかったって話だ。寺玉凛。完全勝利。こうなったらやるしかない。テラザマリン。力の豊臣、電光結果の見知らぬ。負ける気はしねえ。ある主よ、最後までお仕えしとうございました。テラザマリン。左近と言ったか。覚えておこう。我が兵はこれほどまでに弱小であったか。引っ込め。今日の戦もみんな一緒だ。弱い者いじめも強い者いじめもダメです。テラザマリン。俺たち上票の誇りだったよ。引っ込め。あの技も身のこなし。俺には到底真似できないな。それがどうした。我が策に陰りなし。テランダマリン。お進みくだされ。テラダマリン。無敵に立ち向かうは勇気か、否、無謀だ。ここはあえて調子に乗るが吉でしょう。もう引っ込め。無敵に立ち向かうは勇気か、否、無謀だ。テラダマリン。守るのだ。もとよりそれが武士の習わし。もう引っ込め。石田君が勝、島の左近が打ち取った。私なんだか大人気ですよ。テラダマリン。
後でまたやりますかい。おうよ。さて一丁派手にいっときますか。薬がいくらあっても足りゃしねえ。幾百の時を経てもなお滅びぬく。なんだろうな、その嫌な目つきかな。油断も隙もないって感じだよね、あんた。愚物め、道化のごときが我を語るな。我が秋の地を汚せしつつ死してあがない。そっからどうするかが意地の見せ所ってね。偉くなりてんじゃねえ、あの人を支えてんだ。闇を払う日の光が差すのに感謝せよ。導いよ、我をも駒と捨てるか。豊臣の左腕に近しい島左近。まあ、こんなもんでしょう。さあ、天下取りっつう大舞台でも。何やら天下取りっつう大舞台でも一切の気負いはなし。さて、この完璧に近い石田軍をどうやって崩したもんかね。俺だったらまず三成、あれはなかなかに働く。拉致がいな思考と行動が少々読めぬではある。その程度の褒め言葉で平然と図に乗るバカだ。決して聞かれるな、行部。ああ、やっぱ俺と行部さんをどうにか分断して格好撃破するしか勝ち目ねえのな。ってことはだ、つまり俺が負けねえ限り石田君も絶対負けねえってこった。考えよ、覚悟は用語だ。
だぜ。それがしと共に戦場をかき分けてやりましょうぞ。うわあ、落石、いや、お化け野菜だ。いやいや、なんで野菜が。さあ、お父さん受け止めてよ。全部鍋に入れるんだからね。ひょうの攻めだけはやめてね。僕、一刻も持たないです。また野菜か。これはもてなしか攻撃でござるか。野菜蹴らないでよ。食べ物を粗末にするの罰だよ。走ったらお腹すいた。ちょっとつまみ食いと。部下のつまみ食いは許さない。はしたないですね、キングさん。危険会社を悲しませる。まかにならぬ。あんたは絶対出世する。俺の人生、左近さんにかけた。その日から三年に一度のお振りなのに返してよ。陣も食べ物も取り合いなんてみっともないよ。あんたの次、ありがたく頂戴したよ。これで引かぬとは。敵は必死というわけか。あなたたち急いでお逃げなさい。鍋将軍の許可なしに勝手に肉を入れないでよ。矢尻を大根に変えたらきっと強いよ。まあ、睦成の配下の中では頭抜けと認めてやる。いつか上部さんにも並んでみせますからね。ついてなかったよ、あんた。あの頃の俺が、あっちにもこっちにも嫌がる。バカだよ。本当に、バカ野郎だ。ほら見ろ、やっぱり逃げとくんだった。に手を出さぬなら勝ちを譲ろう。どう考えたって豊臣の天下で決まりっしょ。まだか、まだ引き時じゃないのか。そんなことより食材運ぶの手伝ってよ。へい。この刃が
が乾かぬうちに勝利の証を持て。さあ、おうよ。さて、一挙派手に行っときますか。違う、魚の波入りはもっと後。敵対象を撃つまでお無理は禁物ですと。何を食べればあんなに強くなれるのかな。まだやるか。この程度じゃすまねえぜ。国を守るためならこのような命惜しくはない。つまむかつままれるか、ドキドキが醍醐味だね。分かった、死んだふりすればいいんだ。うん、マジですげえな、あんた。俺たち相手によくやるっつーの。苦労の場もつきません。忙しWe'll be right back.
リョウブさんさ、俺たちのことすっげえ見てるよな。マジ怖えよな。技がイカ様なるほど、そんくらい切れてるってか。これが四面楚歌というやつか。ご安心くだせ、俺の命と魂に変えて守ってみせます。
まんだ数だけ強くなれるかな。これはすでにつまみ食いの域を超えてる。誰もいない。つまみ食いだけの美味しさってあるよね。いざ戦場に立つと力がみなぎってくるものよ。私の慈悲を求めるからこんなにも。はあ、サイは振られちまったとくりゃ超か半か二つに一つ。いざ出たとこ勝負。食べ過ぎるとつまみ食いじゃないの？キンゴさんの通った後はペンペングサもなっとやるですよ。僕はこれに命を懸けてるんだ。皆さん、勇気ある彼のために念仏を。あなたを愛。鍋の用意ができたよ。味付けは間違いないでよね。私も鍋の具材でも狩るとしましょうか。寄せ鍋とは好きな臓物を入れてこそ初めてそう呼べるのですよ。あんた結構面白いよな。どこがって聞かれると、あれだけど、私もあなたのこと好きです。ええ、好きですと。うまい肉の食い方だって。醤油にわさびだよ。僕の鍋時間確保のためもっと頑張ってよ。はあ、一撃必殺。まさに効果は抜群ですな。事情がありまして、私はいつも一人なのです。ギョーブさん、さっぱり一番。いい汗でいい汗かきたい気分。キンゴ様の体調に合わせた塩加減は難しいな。あのさ、もうちょいガチで来てくんね。君たちの味付けが美味しいわけ。いいよね、やっぱりがっかりだろ。謝罪と母ちゃんは泣かすなよ。騒がしくも穏やかな姫、それだけでよかったぞ。これだけ味噌があれば、あらゆるお味噌汁が作れるよ。サコンと言ったか。覚えておこう。石田軍は豊臣屈指の精鋭揃いよ。ちょっと、僕弱いんだからちゃんと守ってよ。よっ、承知いたしました。この塩だけでご飯も野菜もいくらでもいけるんだよ。さあさあ、はったはったや。神風ってのがあるんだろ。あれよ、よっ、渓流のように透き通った醤油でしょ。魚だって住めるよ。これ以上敵を調子づかせる筋肉はねえな。さあ、俺の肩に捕まって。何これ、ちょっとわざとマスクしてるでしょ。あん
んたのお袋じゃねえんだから、どこの味の味なんて知るかよ。この味、もう鍋曜日が台無しだよ。どっちこそこの味がわからねえなんて素人が。うちの握り目じゃない、投げても崩れねえ特性よ。お米がなければ鍋を食べればいいじゃない。なるほど。石田君が勝負、島の左近が打ち取った。障害になれるとは思わず、思わぬなってみせろ。猫だよって喋っちゃった。お腹が減って怒ってる、クソをあげるから許して。食堂だよ。夢にまで見た鍋の味、やっと出会えた。割といい勝負だったんじゃね。土産の食い物はあるんだろ、早いとこ出してくんな。奥には天海様という強い。僕はそちら様をようござんすね。熱く燃えたぎれ。今日もつまみ食い用の鍋を作っておかないとな。この味が走馬灯になって、今幸せかも。覚悟は用語だぜ。豊臣の左腕に近しい島左近。まあこんなもんでしょう。よっ、これで次も勝ったも同然っしょ。この辺り、これで次も勝ったも同然っしょね、ガブさん。主の振る際にかような霊力があるとは思えぬが。いやいや、結構当たるんすよ俺の際。おかげで博打は連戦連勝負けなし。昨日の夜も。はい、わかった。では三成にそう告げてやろう。戦の勝ち負け、左近めの際の出目にて決したとな。そうそう、三成様に俺のおかげでって。えちょ、それ俺殺されちゃいません？いやもう無理っす。ギョブさん、さっきのなしっす。いや戦には勝ちますけど、他はもろもろなしっす。
よっ。サコン入ります。さて、姉上、また見境もなく各地の宝を取り寄せたのか。このままではいずれ我が家の家計も火の車に。ポロ、まったく姉上は人使いか。貴様は一体、まさか姉上の荷を狙う族か。威力走行。私は赤い自然の神長政、この国の守護者だ。